はいどうも、マシロワチャンネルです。本日は埼玉県の大宮のベースマンに来ております。で今回撮影するのは初めてなんですけど、あるものを取りに来まして、そちらの受け取りと、あとせっかく来たのでお店の中を見させてもらおうかなと思います。で今回の動画ではその商品の受け取りと公式グラブを見ていこうかなと思います。じゃ先にグラブから行きましょう。商品早速見ていくんですけど、今回注目するポイント何個かありまして、まずは水のプロの30周年モデルが入荷しております。でそれがこちらですね。まあ、パッと見普通のグローブ、水野プロかなって思うんですけど、よく見るとこの水野のマークの縁が水色の囲いがあります。でこれが水野プロ30周年モデルってことで新しく出てるんですけど、これがオレンジで、こっちのブラックも入っております。でこれこの前自分がお店に来る前にツイッターで上がってたのを見て、あこれ撮ろうかなって思ってたんで、今回注目している商品であります。こちら公式用ですね。でフィンガーコアテクノロジーの内野用ってことで、こちらがサイズ9のグローブになります。まあ内野手でいうオーソドックスな形なんですけど、パッと見普通の水のプロなんですけど、この水色の部分注目なんで、水のプロ好きの方はぜひチェックしてほしいかなと思います。これ今回初めて触って初めて見てるんですけど、こうはめた時に周りから見ると最初わかんないかもしれないんですけど、近くで見るとこの水色になってるっていうの、水のプロの30周年記念モデルになります。まあお値段も6万6000円と高いんですけど、水の好きはたまらないんじゃないかなと思います。でこっちも注目のものなんですけど、今度こっちのヌバック加工の水のプロも出ております。斎藤佑樹投手がキャンプで使っているところが SNS で上がってました。ヌバック加工の水プロってことで、これオレンジとブラック両方入っております。これがピッチャーの方は注目なんじゃないかなと思います。こんな感じですね。で続きましてローリングスなんですけど、今回ラベルが新しくなりました。でこちら見てもらうと気づくと思うんですけど、ラベル交換が可能になったんですよね。でこれまで定番になかったこういうブラックグリーンとかブラックレッド、あとこの茶色とかいろいろ増えております。でこれだけじゃなくて、この前見た時15から20種類ぐらいあると思うんですけど、ここに出してきます。こんぐらい新しく入りました。でグローブ自体は以前にも動画で紹介したプロプリカナディアンキップレザーを使った公式グラブと HOH ジャパンがあります。これがプロプリってことで、まあこの軽さが売りの公式グラブのものになります。こちら片付けサンプルで何個か置いてあるんで、使用済みサンプルなんで購入後のどうなるかっていうのが伝わりやすいんじゃないかなと思います。ローリングスのプロプリファウルで、あとこう見ていくとウィルソンとかグローバルエリートあるんですけど、グローバルエリートも10周年記念モデルが入ってまして、同じくこのブルーの縁が入っております。こちらもインフィニティで2018年19年とブレイクしたインフィニティも入っております。やっぱり売りは即戦力の軽さってことで、公式用にしては柔らかくなりやすいグラブとなっております。あとこっちはウィルソンがありまして、あとこちらに IP セレクト入ってますね。このウェブをちょっと初めて見ましたね。はい、IP セレクトも入っております。こっちが統合3監修モデルってことで入ってますね。あとこっちスラッガーと、これアンダーアーマー、これ多分新しいモデルだと思うんですけど、アンダーアーマー自分使ったことなくて分かんないんですけど、今持った感じだと公式用にしては軽めかなというふうに感じます。で革質はこんな感じですね。そんなに油分は多く感じないんですけど、まあ、形はこう綺麗な形をしてるかなと思います。 H ウェーブのシンプルですけど、ラベルもこのシルバーですね。はい、でミット類がこちらで、キャッチャーミットハイゴールドとか、あと Z のこの SE シリーズ、新しく出た SE シリーズのキャッチャーミット入ってます。ウェルダーラベルの SE、 あとアディダスもありますね。珍しいアディダスのキャッチャーミットも入ってます。あとは王道の水の畠山、玉沢、ウィルソンと入っております。畠山とかはもうミットといえば畠山っていう感じありますけどね。はい、でこっちなんですけど、先ほど説明を受けまして、こちらがベースマンさんとメーカーとのコラボ商品ってことで、上が Z、下が水野のコラボ商品になります。でこちらどういうものかと言いますと、中3から高校生に上がる時の1つ目のグラブとして、おすすめする低価格帯のグローブになります。まず水野から見ていくと、こっちビクトリーステージってことで、もうちょっと懐かしいなと思った人いると思うんですが、この赤のビクトリーステージになります。自分らの時は金のマークに赤縁だったんですけど、今この赤ってことでビクトリーステージの公式用になります。本当にまあ高校1年のポジション決まる前とかにおすすめするようなグラブということで、2万8000円で購入できるグラブとなっております。ただ公式なのでしっかり顔はしてるんで、全然こうへたるとかはないかなと思います。高校1年生必見ですね。と外野用、結構しっかりしてます。固めで、あとミットですね。ミットは結構チームで一つ
持っときたいっていう人もいると思うんで、チーム用ミットとしてもおすすめかなと思います。チーム用のミットとしては公式用かなりおすすめじゃないかなと思います。で、あと Z なんですけど、これがネオステってことで、こちらも低価格帯のグラブで2万8000円となっております。両方とも2万8000円ってことで、ネオステは1色のみですね。で、1人ステージは赤と黒が入ってます。はい、まあ硬さ本当に同じぐらいですね、ネオステもビクトリーステージも。あとはちょっとこのステッチだけ変わってておしゃれなやつとかも入ってます。ピッチャー用ですけど、はい。でそんな感じで今公式用グラブにさせてもらったんですけど、今回の目的ということで、自分のディッカーズじゃない方のチーム、よく動画に出るのはディッカーズだと思うんですけど、群馬のチームのユニフォームを作ってまして、それがローリングスさんで作ったんですけど、そのデザインも発表しつつユニフォーム受け取ろうかなと思います。いきましょう。はい、というわけでユニフォームできたんで、いただきます。はい、ありがとうございます。はい、はい、あ、そうですね、はい、ローリングスさんで作ったんですけど、まあ、今回も群馬のチームも99ってことで、ディッカーズのチームと同じ背番号にしました。で、ローリングスのユニフォームは初めてなんですけど、ちょっと質とかも見たいんで、実際にちょっとこれを着させてもらおうかなと思います。この鴨柄を基調としたデザインで、赤黒ですね、赤黒とエンジみたいな感じになりました。で、自分は O で作ったんですけど、結構大きめの方がいいかなっていうのがあります。ディッカーズのやつも全部 O で作ってるんですけど、まあ、L だとちょっとぴったりぐらいなんですよ、ユニフォームが。なんで O を作りました。で、昔は結構ピチピチが流行ったんですけど、最近ちょっとゆったり系のが流行ってるっていうのもあるので、まあ大きめをチョイスしております。早速着ていきましょう。で、あとボタンも2ボタンと下までつながってるのがあるんですけど、自分はどっちかっていうとこの2ボタンの方が好きですね。このボタンがここまであるやつだと結構ここがこうブカブカになっちゃうんですよ。なんで2ボタンにしてスッというスタイルにしております。これ結構チームでも2ボタンと意見が分かれるところなんですけど、うちのチームは結構2ボタン派が多かったんで2ボタンになりました。はい、着るとこんな感じですね。まあ、ぴったりでサイズもいい感じかなと思います。小さすぎず大きすぎず。で、自分がこれまでやってきた中で赤のユニフォームってなかったんですけど、今回チームが若返りするってことで赤になりました。はい、こんな感じですね。で、生地自体はめちゃめちゃ軽くて、まあ、夏群馬めちゃめちゃ暑いんですけど、42度とか行くんですけど、それでもこう耐えられるかなっていう感じです。ちなみにこの中に着てるのはミズノの空撃で、本当にこれが夏仕様みたいな感じかなと思います。アンダーシャツもネイビーなんで、本当にこんな感じになります。はい、はい、そんな感じで本日はベースマン大宮店で自分のユニフォームの受け取りと注目のグローブを紹介させてもらいました。駅から近いんで歩って来れると思うので、大宮駅から徒歩10分もあれば来れるんじゃないかなと思います。かなりメーカーの取り扱いも多いし、在庫数もあるので、野球道具気になる方はぜひ一度来てみてください。そんな感じで本日は野球道具の紹介でした。今日のはしごチャンネルは以上です。よいしょ。そして今回のプレゼント企画です。まずはこちらローリングスの3点セットになります。左から順に軟式用グローブ N6X 型、自分がローリングスの中で一番好きなカットバンとなります。こちらプラス左にあるのが俺のパワーパンツ2個セット、 3D 形状プラスストロング加工のされたユニフォームのパンツを3つまとめまして1名様にプレゼントします。これが1つ目です。そして2つ目はこちら、自分がお店で発見したハイゴールドの軟式用グローブになります。こちらはブルーとブラックの配色で、ブラックの部分がヌバック加工がされております。補給面は青一色のグローブ、こちらも1名様にプレゼントします。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。発表は2月の16日に行いますので、よろしくお願いします。